ナイトアノールはイグアナカアノールトカゲ属に分類されるトカゲ。キューバに自然分布。アメリカ合衆国島に移入全長30から50センチメートルとアノールトカゲ属でも大型。メスよりもオスの方が大型になる。環境や体調、気分により体色を黄緑、新緑、褐色等に変色させることができる。頭部は大型で、噴炭は細長く尖る。 頭部は個室化し、大型であることもあり、兜を連想させる。和名や英名のナイトは、騎士のいで、本種の兜のような頭部に由来する。尾はややが変する。妖体の頭部は丸みを帯び、目が大型。十一亜種に分けられるとされる。森林や果樹園等に生息する。樹上性。中高性だが、昼間でも木陰でじっとしていることが多い。 外敵に襲われると素早く逃げるか、口を大きく開けて一角しか見つく。食性は動物食で昆虫類、節足動物、小型爬虫類等を食べる。繁殖形態は男性で1回に1から3個の卵を地中に産む。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されていた。しかし2005年に外来生物法によりグリーンアノールが 特定外来生物に指定され、同族種が未判定外来生物に指定されたことにより輸入はなくなった。さらに2008年に本種自体が特定外来生物に指定されたことにより、無許可での飼育、繁殖、蝶と息が禁止された。ありがとうございます。